どうも皆さんこんにちは、渡辺です。米原です。米原です。すいません、今日は、前もちょっと、なんかリクエストみたいなのあったんですけど、まあ、ポニーテールで、まあ、簡単にちょっと崩し方みたいなのを、なんかやっぱり難しいみたいな感じのお声結構いただいてたんで、まあ、それをもう一回ちょっと簡単に作っていこうと思います。で、もう長さとかはだいたいまあ、ミディアムぐらいの長さで今回はやっていくので、まあ、簡単に作っていく、いかにルーズにできるかみたいなアレンジをやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では始めていきます。はい、では始めていきます。まず表面の部分をこのぐらい取って、ちょっと軽くコテで動きをつけます。で、この辺の部分がやっぱりこう結構ルーズに動いてくれる場所なんで、そこをしっかりコテで動きをつけときます。で、その後にベビーオイルを、まあ、少しだけワンプッシュだけ全体につけますね。で、結構こうボリューム出した時にこの辺がこう細かい毛出てくると一番あんまり綺麗に見えないので、なるべくこれを収めるような感じでしっかりつけときます。こんな感じで。で、もうポニーテール早速やっていくんですけど、で、ごめんね、最近っていうかやっぱここら辺のこの耳後ろのこの辺の部分ちょっと遅れ毛で出してる方が多分可愛いかなと普通のポニーテールは思うんで、ちょっとこの辺下ろしていきますね。はい、で、ごめんね、後ろで、後ろでまとめます。で、まとめた時にちょっとだけなんですけど、少しだけこう軽く、どっちでもいいんでねじります。ねじった上で、ちょっとずつこの手で持った状態でちょっとずつボリューム出していきますね。で、この毛束の取る幅はだいたいもう、3ミリぐらいかな、もうだいたいでいいんですけど、少しこうやって出していきます。で、ゴムとか縛ったりとかピンとかしたまんまでやると結構出にくかったりとかするんで、手で持ってると手をちょっと緩ませるだけでこう引っ張った時に綺麗に出やすいかなと思うのと、あと痛くないんで、ちょっとこの状態でこうやって出していきます。で、出しすぎたなと思ったらもう一回こうなんていうんですかね、ポニーテール取り直してやっていけばいいかなと思うんで、まあ、ある程度最初はこう自分でこう縛る前に出してあげるといいかなと思うんで、まあ、結構練習にもなるかなと思います。こんな感じで出していきますね。ごめんね、横向くね、はい、横向いた時の感じとか見ながら、まあ、鏡とかで ご自分でやる時とかで、まあ、できたら三面鏡とかあった方がいいですよね。もうこんな感じでちょっとルーズに出していきます。結構しっかり出やすいです、こういう方が。こんな感じで、はい、で後ろ向きますね。で、ねじったところの本当根元の方ですね、今日もシリコンのゴム使います。で、僕結構透明なやつ使うん で透明なやつは多分ね100均とかその辺に売ってるんかなと思うんですけど、まあ、コンビニでこの前見たんですけど、まあ、なんか売ってるところと売ってないところがあるみたいで、で、ねじったやつをこう縛ってからちょっとこうギュッとした方が根元にしっかり入り込むんで、で、最後にもう一回ちょっと仕上げみたいな感じで出していきます。むしろもうこれだけでも全然 OK ね、可愛いかなと。これだったら結構しっかり出やすいですし、なんか初めてやる方でも結構簡単にできるかなと思うんで、こんな感じで作ってみました。で、まあ、最後この辺の部分とかは、ちょっと前もやったんですけど、こうちょっといや、ね、もうちょっと後ろ来れる、はい、そのままいける、もうちょっと、はい、おいおいおい、はい、はい、ありがとう。これをちょっとまたお見せしようと思うんですけど、この U ピンでやるやり方で、で、髪の毛ちょっと毛先取ってくるくるっと巻きつけます。ゴムを隠すような感じですね。で、この中に U ピンをこの輪っかの方を差し込んでいきます。うわ、全然中入ってもた。
これね短いとやっぱりやりづらいですね。でここの毛先の部分をこの UP の中に入れ込んでいきますね。こうやって入れ込んでいきました。で入れ込んだやつを UP を下からグッと抜きます。抜くとゴムがこうやって隠れた状態になります。わかるかなこれ。ちょっと難しいんですけどね、動画でやるとね。でも一応こういう感じでできたらもうゴムも隠れるんで、だからゴムと U ピンさえあればこれできるんで OK。 戻ろうか。はい、はい、ありがとうございます。こんな感じでお送りしました。いいよもう。はい、はい、なんで、まあ、またちょっとシンプルな感じでちょっと作ってるので、ボリュームの出し方はこうやってやった方が絶対やりやすいかなと思うのと、あとまあ分かりやすかったから分かんないんですけど、まあ、一応ちょっと分かりづらいみたいな感じで言われてたんで、もう一回ちょっとやってみましたんで、よかったら参考にしてみてください。またコメントだったりとかお待ちしてますんで、よろしくお願いします。ではさようなら。